ゃあ里芋集めます。それもこういう風に株になってるんで、まあ、軽くドンって落っことしてやって、であとこの中心のやつ親芋っつうんだけど、親芋持ってでこの辺だね、手のひらのこの辺で孫芋をこうやって落としてやって、親芋だけにします。で親芋は後でまとめて廃棄しますんで、畑の一箇所にみんなで集めてやってください。でこれ離した孫芋とか小頭ですね、これは小頭ね、こういうのを叩いてちょっと土を落として、こんな感じでそれでコンテナに入れてってもらいたい。で結構ねこう土の中に、ま、芋が埋もれちゃったりするから、それをね忘れないようにちゃんと拾っていって、もう一回いきますよ。よいしょ。この中心の親芋を持って、でこうここまた茎って言ってるのはこれ小頭っつんだけど、小頭のところをこうやって外に開いて引っ張ってやれば、だいたいこう芋が分離します、ね、で取りにくかったらここで小手ガンってやると取れると思うんで、こうやって土を拭いてコンテナに入れてください。もしねこれやってて腐っちゃったような芋とかあれば、発見したら親芋と一緒にまとめといてもらえれば後で一緒に処分します。まあ今年の芋は腐りは少なそうだね、うん、まあ、こんな感じでコンテナに詰めてください。以上です。